おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2511です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、今回はですね、 G フレーム、これをやっていきたいと思います。で、今回紹介するやつに関しましては、これのみではね、全然完結しないものですね。で、それに関するものに関してはね、以前ちょっと生放送でチラッと出したね、そいつを組み合わせるものとなっております。とりあえずね、今回紹介するやつがこちらです。じゃんと、はい、こちらですね、 G フレームのハイニューガンダムオプションパーツセット、こちらをね、紹介したいと思います。まあ、この箱なんでね、なんとなくわかると思いますが、こちらですね、プレミアムバンダイの受注生産品となっております。で、入手してからね、1ヶ月近く経ってるかもしれないんでね、結構紹介が遅れております。はい、まあ、こちらをね、紹介していきたいと思います。まあ、輸送箱はこんな感じですよ。で、横とかね、裏です。裏に関しましてはね、ここのようにね、単品で買うとね、伝票がベタッと貼られるってね、いつもの仕様ですね。はい、で、こっち側にでも全部字が書いてありますんで、こちら側にはね、特に何もないという感じになっております。で、反対側がこうなってて、上と下となっておりますので、早速ですね、こちら上から開けていきましょう。では、レッツオープン。はい、輸送箱から出したのがこの状態となります。 G フレームのハイニューガンダムオプションパーツセット、こんな感じとなっております。で、セットに関しましてはね、ここの配入はついてこないので別途ね、用意する必要性がありますけど、展開状態のフィンファンネルとかね、こちらのメガバズーカランチャーかな、こんな感じのものと専用の台座、これがあるみたいですと。で、横を見るとこんな感じですね。ここの腕のパーツもあるみたいですね。まあ、一応こんな感じの内容物、裏を見るとこうですよと。で、ビームサーベルもついてくるみたいですね。で、こんな感じでね、サーベルを持ったりとか、手にね、持たせることができるとかね、こんな感じにできるみたい。さらに横がこうなっておりまして、上と下となっております。はい、ではですね、早速ね、こちらから開けていきたいと思いますが、こちらいつもの仕様ですね、点線になっておりますので、ここからバリッといかなきゃいけませんので、ここの部分をバリッと封を切ったので、ここから開けていきます。ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。手前のやつはガムですね。まあ、お菓子。それ以外にここですね、ここのところにメガバズーカランチャーだったっけかな、があったりとか、なんか細いね、これ棒じゃないな、これリード線ですね。あとグリップパーツみたいなやつとかね、バズーカですね。で、あと支柱関係とビームサーベルの刃っていうかね、ビームサーベル本体がついてきております。そしてここのところに台座ですね、台座と支柱関係があって、ここのところにフィンファンネルですね、ここのパーツがついてくるよと。私の予想ではここのですね、フィンファンネル単体だけついてくると思ったんですけどね、ここのラックもちゃんとついてくるんですね。まあ、これはちょっと私のね、予想外でしたね。はい、一応こんな感じの内容物と説明書がありますので、早速ですね、こちら袋から出してね、パーツ一式ザザッとね、用意してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。こちらベースですね。で、支柱となんか中間パーツで、ここのところにね、支柱がありますけど、これですね、フィンファンネルとかね、多分これをね、支えるようなやつが1本あるのかなと。全部で7本ありました。で、ビームサーベルがですね、こんな感じでね、独立してるやつと、こちらですね、お尻の部分から1本ね、出てるっていう、こちらのタイプがありますよと。で、フィンファンネルとファンネルラックと、前腕に取り付けるパーツですね。で、バズーカとリード線、そしてメガバズーカランチャーかな。はい、一応こんな感じの中身となっております。で、説明書の方がね、こういう風にありまして、ハイニューガンダムオプションセットとなっております。で、こちらペラッとね、めくりましてね、まずはこちらですね、ここのパーツを、配入の方に組み付けますよと。なんで、元々ついてるやつを外して交換する。で、さらにめくりましてね、サーベルの補充のさせ方とか、ビームガトリングガンの装備ですね。展開状態と収納状態。収納状態がね、元々ついておりますんで、これを外して交換しますよと。バズーカとかサーベルは手持ちさせることができると。で、サーベルグリップに関しましてはね、こちらのパーツですね、このままスポッと刺すんではなくね、分解して保持させますよと。で、台座とかの付け方がこうとかね。あと、フィンファンネルですね。ファンネルラックからファンネルを外します。これ自体はですね、ただ単に下に抜けばいいのかなと。で、こんな感じでね、ガクガクっと曲げるとこんな感じで展開することができる。そして付属の支柱に組み付けてあげると浮かせることができる。その時に、こちらですね、接続ジョイントの方を支柱の方にね、こういう風にある。ここに対して付けることによってね、支柱に組み付けて浮かせることができるという風になっております。で、ここですね、ケーブルボックスっていうのがこちらですね。こちらのパーツを台座の方に組み付けて、支柱にね、配入を乗せますよと。で、こちらのケーブルボックスからリード線をぐーっと伸ばしていって、ハイパーメガバズーカランチャーでしたね、こちらの方に組み付けますよと。そうするとね、ここと連結させることができるみたいですね。で、もともとついてるグリップを保持させて、横のところにね、フォアグリップですね、これちょっと漏れてましたね、
これをまあ組み付けてね、保持させると両手持ちできますよっていう風になっております。で、裏側は特になしってね、一応こんな感じの中身となっておりました。ということで、とりあえずですね、まず母体となるね、こちらですね、ハイニューガンダムを用意しましょうと。これに関しましてはね、過去に生放送でやっております。どの回かを忘れましたので調べていただきたいと思いますけど、まあハイニューガンダムはこんな感じでね、ありますので、こちらに対してパーツを組み付けていきますよと。その前にパーツ単体をね、ちょっとちらっとね、見ていこうかなと。まずはですね、こちらのバズーカですね。このバズーカに関しましては、以前ですね、同じく生放送でやったんですけど、ニューガンダムの時にはね、ついてこなかったんですね。これがまあやっと立体化と。多分形状は同じで、色合いも多分問題ないと思いますんでね。これをですね、ニューガンダムに持たせることもできるかなと。ただ、バックパックにマウントすることはできなさそうですけどね。まあ一応こんな感じのね、バズーカもありますよと。はい。で、次に、こちらガトリングですね。これに関しましては、全話パーツをね、組み替えることによって再現するパーツですね。はい。一応こんな感じのものもあります。ビームサーベルに関しましては、刃の部分はね、こんな感じのね、メタリック塗装となっております。で、一応、ここの形状ですね。これがちょっと違うと。多分ね、取り出してる位置が違うからこそ、ここのね、形状が違うんだと思います。はい。で、これとも違うんでね。これとこれがね、間違って入ってるわけではないので、こういうような感じなんでしょう。で、こちらのタイプのやつのお尻ですね。こっからビームが展開されたのがこちらと。保持方法はこっから外してね、取り付ける形となっておりますよと。はい。そして、ファンネルラックですね。これに関しましては、根元の部分の可動とかね、ここの部分の可動がね、若干あって、下に引っ張ると抜ける。こんな感じですね。一応、カチッて止まってるみたいな感じでね、とりあえず問題はないと思いますけど、一応こんな感じ。で、根元の接続部分ですね。ここの部分が左右で形状違いますんでね。こういう風に内側に寄るような感じでつけると思いますんでね。ここの部分は非常にいいと思いますね。はい。まあ、こんな感じのパーツ。で、あと支柱関係とね、こういうのがありますよと。ではですね、早速ね、つけていく前にこれ忘れてましたね。こちらがまあ、今回のメインといえばメインなのかな。ハイパーメガバズーカランチャーですね。横がこうですよ。上。反対側っていうかね、こんな感じ。で、あと底ですよ。後ろ側とね、重厚部分となっております。で、ここですね。こちら稼働しますんで、ここの稼働部分をね、利用してあげて、右手で保持させる。で、反対側ですね。多分ここかな？説明書だとね、ちょっと白黒で分かりづらいんですけど、多分ここでいいと思います。ここの部分に対して、グリップパーツをね、組み付けてあげて、ここでスライドしますんでね、ここで位置調整をして保持させることができると。なので、ここの部分がね、もう反対側をね、くぼんでいれば、このグリップをこっちにね、移してあげて、これを横にね、ずらしてあげれば、左で保持させて、右で構えるってこともできたんですけどね。これに関しましてはできないっぽいんでね、ちょっとここの部分が惜しいような感じがしますけどね。一応こんな感じです。で、ここに支柱を取り付けます。リード線はここですというふうになっておりますよと。はい。一応こんな感じです。うん。塗装に関しましてもね、こちら側だけね、塗られていて、こっちがね、ないっていうわけではなく、ちゃんとね、全部塗装されてるのがいいかなと思いますね。はい。以上ね、付属品としてはこんな感じですね。なので、早速ね、こいつに組み付けていこうと。で、この時にですね、ファンネルラックの方ちょっとね、見ていただきたいんですが、これ、もともとついてるね、バックパックというか背中ちょっと外してね、ちょっと崩壊したんでね、いろいろやっていかなきゃいけないんで、全体的にちょっと外してしまいましょう。はい。で、背中のパーツちょっと取れたんでね、こんな感じしますが、見ていただくとわかると思いますけど、こちらですね、一般販売の方の配入の方って、こんな感じでね、ものすごい肉抜きですね。で、こちらのね、ファンネルパーツも抜くことができませんので、一応一体成形になっててね、ここで稼働させることができるっていう感じですね。ただこういうふうに寄せたりとか、正面から見ないと見た目がね、悪かったんですね。それが今回こんな感じでね、ちゃんと造形されておりますんで、これに変えるとね、非常にいいと思います。大きさもね、多分合ってるんでね、問題ないと思います。で、つけるときには、ここのパーツですね。これをね、上に引っこ抜きます。というか、一回このパーツ組み付けたら、このパーツもしかしたらもう二度と使わないかもしれないですね。はい。で、一応こんな感じでね、パーツを外しましたら、今のポイントの部分に対してこいつをつけると。で、組み付けに関しましてね、ただ単に差し込むだけなんで問題なしと。ただね、ちょっと硬いことがありますんでね、パキッとね、割らないようにだけ注意しながらね、ここの部分に、まあ、差し込んでいきましょうと。はい、こんな感じ。で、反対もね、同じような感じで、つけてあげれば OK ですね。で、最終的にファンネルですね。まあ、外して、展開して、戻すってことになると思いますけど、これ戻した時にですね、これ、引っこ抜きます。くるっと回して、ね、180度回った状態で戻すと、刺さります。なので、こちらですね、この穴開いてるやつが、ま、背面側にね、なるようなイメージで戻した方がいいのかなと。多分そうしないとですね、こんな感じでね、穴が前面に見えてしまうとね、あまりかっこよくないと思いますんでね、
ここのところの戻し方ですね。これだけちょっと注意した方がいいかなと思いますけどね。一応こんな感じでね、取り付けましたと。で、これができましたらね、ちょっとバラバラになっちゃいましたんでね、この配入を元に戻していこうかなと。この辺がちょっとね、緩かったりとかするんでね、事前の調整とかはした方がいいと思いますけどね。まあ、これ自体はね、いつもの G フレームなんで、とりあえず問題はないかなと思います。はい。で、とりあえずね、配入本体はこんな感じでね、戻りましたので、今組んだ状態のね、バックパックをここにズボッと入れてあげれば、これで準備完了となります。ではですね、ちょっと正面から見ていきましょう。とりあえず正面がこちらですね。まあ、配入自体は基本変わっておりませんのでね、一部分の違いだけ、まあ、見ていただければいいと思います。正面がこちら。横ですよ。裏です。で、反対側。上。こんな感じです。で、先ほどまでね、ちょっとね、肉抜きになってた部分が、ちゃんとね、埋まってね、しっかりとした造形になり、ここの部分のね、若干の可動も効きますんでね、さっきまでのね、こんな感じのね、棒状のものではないので非常にいいかなと。で、正面から見た時も、見ていただくとね、今ちょっと見て気づいたんですけど、これですね、ファンネルに関しましては色塗られてなかったですね。今見て、あっと思いましたけど、これ見ていただくとね、こちら、ちゃんとね、紫色っていうかね、こちらのカラーになってて、こちら真っ白なんでね、こういう部分の違いがあったんですね。この違いはね、ちょっと今まで気づかなかったんですけどね、非常にいいと思いますね。うん。ちゃんとこんな感じでね、再現されているのはとてもいいと思います。はい。一応ね、ファンネルラックとファンネルつけるとこんな感じとなっております。ではですね、先にこちらですね、武器の装備とかちょっとやっていきたいと思います。まずはライフルを外しましてね、前腕パーツにガトリングをつけていこうかなと。で、これですね、生放送の中でちょっと開封の時も言ったんですけどね、ちょっと配入、肩がでかすぎるような気がするんでね、もう一回りぐらい小さくてもよかったんじゃないかなってちょっと思っておりますが、とりあえず前腕ですね、ここの紫色のパーツ、これをですね、こっから抜きますよと。で、抜きましたらこれの代わりにね、今回のパーツに差し替えてあげることによって、このガトリング展開状態にできると。まあ、これじゃあね、交換問題ないんでね、ささっと変えることができると。もしですね、気にならないんであれば、このまま展開状態でもいいかなと。まあ、ちょっと大きいんでね、ここの部分はね、随時交換する方がいいかなと思いますけどね。まあ、一応こんな感じでね、交換することによって、展開状態を再現することができるというふうになっておりました。はい。で、このままね、先にビームサーベル行っちゃおうかな。ビームサーベルに関しましては、こちらのですね、丸っこい方と、同じく丸っこいんだけど造形がね、あっさりしてる方のね、2種類があります。保持方法は基本的に同じなので、ただね、ズボッと差し込めば OK です。で、ここですね。軸がちょっと太かったりとかね、バリがあったりとかすると入らないことがありますんで、そこだけ注意しながらね、ただ差し込むことによって保持させることができると。で、こちらのやつも同じような感じですけど、今みたいな感じでこっちからは入りません。なので、一回ここね、抜いてあげて、逆ですね。下から入れてあげて、刃を組みつけて、位置調整するっていうね、こんな感じです。こうすることによって、サーベルですね、展開状態にできると。まあ、こんな感じでね、形状が違うやつが何種類かありますんでね、こんな感じで組み替えることができると。で、サーベルグリップがですね、多分バックパックっていうか、ファンネルコンテナのこの辺に入るんじゃないかなと思うんですけどね。そこの部分の展開ギミックとかはないので、そこもちょっとね、今回のやつで再現してくれたら、まあ、面白かったなと思いましたけどね。まあ、一応こんな感じでサーベル展開することができましたと。そして、バズーカですね。ニューハイパーバズーカに関しましては、これはまあ、いつものとですね、グリップをここに組みつけてあげて、肩に担ぐっていうね、こんな感じで保持させることができると。で、こちらのね、バズーカに関しましては、今まであまり、配入ってね、マウントしてることがないですね。というのも、バージョン 2.0 的な感じで出たマスターグレードで初めてここにぶら下げることができたんじゃなかったかな。なので、ロボット魂とか、メタルロボット魂、あとは最初に出たマスターグレードの配入ですね。あれではね、再現されてなかったんで、できることならね、今回のね、G フレームの方でも、まあ、マウントできるギミックがあってもよかったかなと。まあ、実際確かこんな感じでぶら下げるだけなんですけどね。ここの部分のパーツ、ちょっと欲しかったですね。まあ、ここのところからね、アームでも伸びて、ここにね、ブスッと差し込む形でも、まあ、なんとなくマウントしてますよっていう形でもね、ちょっと欲しかったですね。はい。まあ、一応こちらのバズーカがね、立体化されたこと自体はとてもいいと思います。はい。ではですね、このままね、ファンネルの方に先に行こうかなと。で、ファンネルに関しましては、こちらですね、フィンファンネルは先ほども言った通り、こっからただ引っこ抜くだけですね。で、全部でね、6機ありますんでね、6機とも浮かすことができると。で、先にですね、台座の方に支柱を組み付けようかなと。で、支柱の位置はね、とりあえず決まっておりませんので、前でもいいしね、後ろでもいいんですけど、一応一番後ろにしました。で、さらにですね、こちらのケーブルボックス。これもですね、
ここでもいいし、ここでもいいしっていうね、特に指定はありませんけどね。一応説明書の位置ではこの辺になっておりますので、このあたりね、とりあえずセッティングしておきましょう。こんな感じです。で、ここからリード線が伸びるという感じですね。で、ここに対して、排入ですね。これを取り付けておこうかなと。こちら台座ですね、に関しては、一応こちらのね、排入が立体化された時ぐらいからだったと思いますけど、固定タイプのね、フレーム、あれを組み合わせてね、台座にすることができるギミックがね、ありましたけど、まあ、あれあんまり良くはないんでね、こちらのね、台座がついてくるのは非常にありがたいですね。はい。まあ、一応こんな感じでね、台座にセッティングできましたので、次にフィンファンネルですね。とりあえず2機外しました。で、これに関しましてはね、ここのところパカッと開いて、こいつを開くと。こうすることによって展開状態にできますよと。で、あとはこれをね、もう一回起こしてあげて反対にすることもできるんで、どっちがどっちでもできるっていうね、その部分がちゃんと再現されてますね。こっちが上に重なるとかね、こちらが必ず上にならなきゃいけないっていうね、そういう指定はありませんのでね、この形になってるのはいいですね。はい。一応こんな感じでね、展開することができますので、とりあえず握りだけやります。はい。で、あとはここですね。こちらの部分に対して、付属の支柱ですね。これを使って浮かせると。組み付け位置に関しましては、特にね、こっちの短いやつがこっちじゃなきゃいけないとかね、長いやつがこっちじゃなきゃいけないっていう指定はありませんので、とりあえず好みでいいと思います。ただね、結構下の方なんですね、これね。で、差し込みましたけど、根元ですね。ここの部分で稼働してくれますんでね、高さ調整とかもできるんで、それ自体はいいかなと。ただ、ちょっと下かなと。ロボット魂とかね、あれとかだと、この辺ですね、バックパックとかの中間に挟んで飛ばすことがね、できる形になっておりますんで、こちらのね、Gフレームの方もそのような感じだった方が良かったような気がしますね。まあ、今現在こちらですね、支柱の方に組み付けておりますけど、多分この辺のね、穴も問題なく使えると思いますんでね、ここにこういう風に支柱取り付けてあげて、ここでね、浮かすこともできると思いますね。はい。まあ、とりあえずね、支柱の方に組み付けましたんで、こんな感じで取り付けてあげて、で、あとは先端ですね、のところにこいつをね、ズボッと差し込んで、角度調整をすることによって、こういう風に取り付けることができるっていうかね、フィンファンネル浮かせることができますよと。まあ、エフェクトパーツがないんでね、ちょっと物足りなさはあるといえばありますけど、これ自体がね、ちゃんとついてきてね、ちゃんと稼働するのはいいですね。で、このフィンファンネルに関しましてね、複数ですね、今回と特にセットですね、これをね、持っていることによって、色合いはね、ちょっと違うんでね、塗装する必要性はありますけどね、このフィンファンネルだけ黒に塗ったりとかすればね、ニューガンダムでも使えますんで、まあ、このセット、まあ、今回ね、排入が出たということで、ニューガンダムのセットもね、出てもいいかなと思いますね。はい。一応フィンファンネル浮かせるとこんな感じです。ちょっと取り付け位置とかのね、問題で、結構ね、扱いづらい感じがするんでね、まあ、慣れが必要だと思いますけど、こんな感じで取り付けることができましたと。では最後にね、こちらのね、ハイパーメガバズーカランチェ行きましょう。先ほども言った通りこちらですね、グリップパーツを稼働させて、腕に取り付けると。で、イメージとしてはね、ちょっと脇に抱えるようなイメージでね、取り付けるのが正しいのかな。で、ズボッとね、手首パーツで差し込んであげますよと。こんな感じですね。で、あとは反対の手を使ってサポートすると。なので、シールドは外さなきゃダメですね。このシールドは必ず取っておかなきゃダメかなと。だから、これをつけるとですね、シールドも余剰品になってしまいますし、バズーカもそうだしね、サーベルもそうだしっていうことで、余剰品が結構出るかなと。一緒に飾りたい場合はね、こちらのところにね、宙に浮かせておくような感じでセッティングしておいて、武器を全部取り付けるとかね、そんな感じにした方がいいかもしれないですね。まあ、一応こんな感じでつけてあげて、腕を前に出しね、グリップの位置調整ですね、とかを行って取り付けてあげますよと。まあ、ざっくりですけどね、構えるとこんな感じで取り付けることができたと。ただこの状態だとね、発射できないでしょう。こちらね、リード線をね、こちらのところに差し込んであげて、あとこいつをぐにゅっと曲げてあげてね、ここに差し込んであげれば、これで連結完了ですね。はい。とりあえずですね、排入の方が関節まだまだね、しっかりとしておりますんで、サポートできておりますんでね、これがぐっと下がってくるようになるんであればね、支柱の方を、ここですね、台座の方に組み付けてあげて、そして支柱の反対側をね、こっちの、ハイパーメガバズーカランチャーの方に組み付けると。そうするとね、こんな感じでサポートしてね、ちゃんと構えることができるという風になっております。はい。まあ、相変わらずね、大迫力でございますね。非常にいいと思います。まあ、これ自体はね、馴染みがあるといえばね、馴染みがありますんでね。私はとりあえずこのスタイル好きですね。今のところ、受注生産っていう形でね、RG のね、ハイパーメガバズーカランチャーありますけどね。あの形ね、正直あまり好きじゃないんでね、今のところ予約しておりません。気が変わったら予約するかもしれないですけど、多分しないと思います。うん。今のところね、
メタルロボット魂と、こちらの G フレームのね、この形がやっぱり、個人的にはいいと思っておりますんでね、多分買わないと思います。はい。まあそんな感じのね、お話をさせていただきましたけど、これ自体はね、非常に良いセットでしたね。サーベルもついてくるし、バズーカもあるし、前腕パーツを組み替えてね、ビームガトリングガンを再現することができるとか、フィンファンネルの展開ギミックとかね、専用の台座、あとはね、大迫力のハイパーメガバズーカランチャー、これがあるのは非常にいいですね。ただ、排入ガンダムを持ってないとね、どうにもならないという形になっておりますんでね。以前出ましたね、ストライクガンダムみたいな感じで、排入もセットになったやつがあっても良かったかなと思いますね。ここの部分はね、やっぱり選択式で、オプションセットだけ、あとは排入とセットのやつっていうね、両方出てくれればね、非常に良かったと思いますけど、内容自体はとても良かったと思います。はい。ということで今回ですね、G フレームの排入ガンダムオプションパーツセット、こちらの方で紹介していきました。はい。ということで次回ですね、次回もまた、G フレームをね、紹介していきますけど、次回に関しましてはね、一般販売で2体セットのやつ。それをですね、ちょっとやっていきたいと思っております。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。